ニコル・クロード・マリフォンテーヌは、フランスの政治家。ルアーブルの学校を卒業した後、フォンテーヌは、パリで法学を専攻し、政府とフランス国内の私立学校との関係についての、論文で博士号を取得する。また、パリ政治学院でディプロマを取得する。フォンテーヌは1963年から1964年にかけて、高等学校で教鞭を取る。 また1964年にジャンルネ・フォンテーヌと結婚し、娘が一人生まれる。フォンテーヌは1965年からカトリシズム教育制度事務局の法律顧問を務め、その後副代表となる。さらに1972年から1981年にかけて教育最高諮問会議の議員を務める。フランスはミッテラン政権が宗教系学校への 補助金の廃止を検討していた1983年、フォンテーヌは政治活動に集中していく。フォンテーヌは補助金廃止に対して反対運動を組織し、協議を続けていく中で政治家としての才覚を表していった。1984年、フォンテーヌは社会民主中道派から欧州議会議員選挙に立候補して当選した。百八十九年には、 元欧州議会議長のシモーヌ・ヌベイに代わって欧州のための中道の比例名簿に登録され、1994年の選挙ではフランス民主連合から立候補した。1989年に再選した後、フォンテーヌは欧州人民党の指示を受けて欧州議会の副議長の一人に就任した。副議長としてフォンテーヌは幅広い評価を受けて、1994年の 選挙では前期のすべての副議長の中で、ほもっとも多くの票数を得た。この結果を受けてフォンテーヌは筆頭副議長、議長代行に選出された。筆頭副議長としてフォンテーヌは、欧州議会と欧州連合理事会との間での意見の調整を行う委員会の委員長を務めた。1九9九年の選挙で欧州人民党に参加する各党、グループは勝利し、 直接選挙が行われるようになって初めて、欧州議会で第一会派となり、選挙後にフォンテーヌは欧州議会議長選挙に立候補した。この議長選挙では、欧州社会党から、ポルトガルのマリオ・ソアレスや、欧州緑の党連盟から、フィンランドのハイディ・ハウタラが立候補していたが、有効555票中306票を得て、フォンテーヌが当選した。これに対して、 対立候補はソアレスが200票、ハウタラが40票の獲得にとどまった。またこの時、欧州自由民主改革党との合意で、2002年1月のフォンテーヌの次の議長には同党に属するアイルランドのパッドコックスが選ばれることになっていた。2002年5月のフランス大統領選挙で、ジャック・シラクが再選され、翌月の国民議会選挙で、中3階級、 リベラル系の政党が勝利したことで、ジャンピエール・ラファランが首相に指名され、またフォンテーヌも経済、財政、産業省で産業副大臣に任命され、2004年まで務めた。2004年にフォンテーヌは欧州議会に戻り、産業、研究、エネルギー委員会に所属し、2009年まで欧州議会議員を務めた。2018年5月17日、死去した。 76歳を打ありがとうございます。